裸岩子は、裸岩子目裸岩子科に属する魚類の総称、英名ランタンフィッシュ、または、その中の一種の標準和名。本校では前者を中心に解説する。体は、左右にやや平たく、ニシンなどに近い体型を持つ、油びれを持つ、口は、通常大きめで、体の正面を向く、目は大きい、鱗が剥がれやすく、 網などで取れたものは戦場に挙げられた時にほとんど、鱗のない状態になっているため、裸イワシの名がある。体色は主に黒から褐色。大きさは3トル以下の小型の種から、とんがり裸ナノブレーキアームナイグラムのように2 0トルを超えるものまでいるが、全体としては1 0トル以下の種が多い。一種を除いて、体の表面に発酵器を持ち、英明。 ランタンフィッシュもこれに由来する。発酵器は群れや繁殖時のペアを作る際の目印、捕食者の目から自身のシルエットを見えにくくする保護色などに使われているとされる。また、目の前方に大きな発酵器を持つ種があり、餌の探査に使うのではないかと言われている。両極周辺から赤道まで世界中の海に分布する。すべての種が 沖合の中層から海底近くの深い海に生息する深海魚として有名であるがほとんどの種で夜間はかなり浅い水深にまで浮上する日周延直移動を行うことが知られているこの延直移動の距離は水深にして数百メートルから種によっては1500メートルにも及ぶ餌は主に動物プランクトンであるイワシ類などと同様に外洋の食物連鎖の中では 比較的海に位置し、プランクトンの持つ栄養を、より工事の消費者へと渡す役割を果たす。資源量は、非常に大きく、マグロカジキサメなどの大型魚類や、イカ類、ペンギンなどの鳥類、クジラなど、海生哺乳類の重要な餌となっている。また、氷層近くで作り出されたエネルギーを、日周円直移動によって深海へと運ぶ役割も、果たしていると言われる。 資源量は多いものの、裸イワシを主な対象とした漁業は世界的にもほとんど行われていない。食用としての利用も一般的ではないが、地方によっては焼き魚、唐揚げ、練り製品の原料などとして食用とされることもある。なお裸イワシは脂質として人の消化器官では吸収できないワックス類を含み、多食するトゲリをするとされているが、 実際にワックスを持つのは、日周延直移動を行わない石器裸や、三角裸などに限られ、ほとんどの種では、イワシやサバと同様の脂質組成である。裸、イワシと呼ばれるものの、イワシの仲間との分類学上の類縁関係はなく、同じ裸イワシ目に含められる、外折りイワシかが、最も近い。古くはヒメメと同じ仲間とされていたが、現在では別のグループとされている。 裸岩シ目のうち、これまでで最も古い化石は、白亜紀後期の窒素から知られている。裸岩鹿は30を超える属、250近くの種からなる大きなグループで、種の判別には他の魚種で分類に用いる形質のほか、発光器の数、1、大きさなどが重要な手がかりとなる。2赤6属に分けられる種名としての裸イワシは、 裸界は死族の一種ダイアファスは多生を指す。相模湾から東シナ海、フィリピン沖にかけての大陸方や大陸斜面に生息し、裸界は鹿としては比較的大型の種で全長で20センチメートル前後にまでなる。昼間は水深300から600メートル程度の深みで過ごし、夜間に水深100メートル前後にまで浮上する日周延直移動を行うことが知られている。 食用とされることもあり、夏が旬であるという、ありがとうございます。